んばんは、はるチャンネルのはるなです。こんな風に実写の動画撮るの久しぶりなんですけど、いよいよ今週末 F1 日本グランプリということで、ハッキングをね、やっていこうと思います。この帽子、2019年のホンダ応援席の帽子なんですけど、結構気に入ってて毎年かぶってます。で、なんかめちゃめちゃ懐かしい T シャツを引っ張り出してきて、マクラーレンホンダの2016年、7年、8年ぐらいの時のやつですね。これはパッキングしないので今着てます。ということで早速パッキングしていきたいと思います。準備がまだ何もできていなくて、爪もやりたいしアクセサリーも作りたいしっていう状況なんですけど、とりあえずね、パッキングを急いでやっていきたいと思います。やるぞ。とりあえず必要なものをここに持ってきたいと思います。一番大事なのはチケット。外はいいか、中、中のチケットだけ持っていけばいいかな。とりあえずこれだけ持っていきます。これはいらないか、これは置いていきます。先ほど登場した帽子と T シャツ、これいつのやつだろう、わかんないけど、まあいいや。実家に行ったら去年のやつとかがあるでしょう。そしてなんかいっぱいあった、これがチケットホルダーかな。だいぶ昔に買ったこのレッドブル人形くんとチケットホルダー、2018年のシンガポールグランプリのストラップ。去年チケットが入らなくてこっちにしたのかな。なんかホルダーが2つある。こっちの方がちょっと大きい。くっつくのが嫌だったから、このなんか透明のチケット用のクリアケースみたいなのに入れてからこれに入れてました。そしたらこれも持っていこう。この辺はなんだ、2019年のチケットでした。これはいらないね。これは、これはパドッククラブ、去年のパドッククラブのチケット。これ持っていく？チケットだけでも見てみたいって人いるかな。まあ一応持っていくか。2019年のこれはいらないか。あと当日履くジーパン、2日目の服は実家にあるやつを着ますと。あと寒さ対策に、まあ、ちょっと大きめのストールとウルトラライトダウン、もうこれがあれば間違いないでしょう。パーカーとかトレーナーとか売ってたら買いたいな。とりあえず F1 関係で絶対に必要そうなのはこれぐらいかな。私出張が結構多くて、毎回考えながら集めるのめんどくさいので、出張の持ち物リストってやつを自分で作ってるんですよね。なので今回もこれを元に詰めていきたいと思います。ここからは早送り。今回は去年持っていかなかったこのジンバルとか充電器も2つ。これはカイロにもなる充電器なので、夜寒かったりしたらこれでちょっと温まれるし、扇風機も持っていきます。むちゃくちゃ重いけど準備万端でいきたいと思います。はい、ということで一応必要なものは入れました。一回名古屋の実家に帰るのでパジャマとかはいらないし、あと実家にある F1 グッズっていうのもあるので、それは向こうに帰ってから準備したりとか、ちっちゃい椅子とかも持ってってるんですけど、それも実家に帰らないとないので、今日できるパッキングはこんな感じかなと思います。あとはこれからこのパーツがまだバラバラの状態のピアスを作ったりとか、爪を塗ったりとかね、最終の準備をして最終確認をして出かけたいと思います。まあチケットがあれば最悪どうにでもなるでしょうと思いますので、チケットをしっかり持っていきたいと思います。ということで最終準備をして鈴鹿に向かいます。 F1 日本グランプリ楽しみましょう。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。